JPGIS とは GIS の基盤となる空間データに関する規格の一つで日本国内における標準規格である。異なるシステム間での互換性の確保を主目的としてデータの設計、品質、記述方法、使用の書き方等のルールを定めたもの。国際規格、日本工業規格に準拠しつつ内容を実利用に即して絞り体系化した。 より実用的な企画である。j p g i s の利用が進むことで、データの相互利用しやすい環境が整備され、異なる整備主体で整備されたデータの共用、システム依存性の低下、重複投資の排除等の効果が期待されている。先行する日本国内の地理情報標準企画として、j s g があった。これは、国土地理院と民間企業との官民共同研究によるもので、 空間データの整備等に必要な基本項目について ISO-TC211 の国際標準をもとに国内標準として作成されたものである。1999年3月に第1版2002年3月に第2版が作成され、順次実化された。地理情報標準プロファイルは、その後国際標準が国際標準化され、 さらに順次国内標準化されたことを受けて、それら国際標準と国内標準に準拠しつつも、内容を実利用に即して絞り、体系化した実用版の企画である。初版は2005年5月に公開された。現在の最新バージョンは2015年4月に更新された J ープギス2014である。J ープギスの不合化仕様は2種類あり、どちらを利用しても良いことになっている。 ありがとうございます。